クリスティーナ・バイヤーはフィリピンマニラ出身の女性アイスダンス選手。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスドイツ代表。ドイツ選手権優勝4回。2002年 ISU ジュニアグランプリ北京優勝。パートナーは実刑のウィリアム・バイヤー。フィリピン人の母とドイツ人の父のもと、フィリピンのマニラで生まれた。6歳の時に家族と共に、 ドイツに渡り、スケートを始めた。やがて実刑のウィリアム・バイヤーとカップルを結成し、1998から1999年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。当初は表彰台に上ることもなかったが、2000から2001年シーズンの JGP ピルエッテンで、初めて表彰台に上がり、2002から2003年シーズンには JGP ペキンで、 初優勝を飾り、ISU ジュニアグランプリファイナルに進出するまでに成長した。2003から2004年シーズンから本格的にシニアクラスに転向。ISU グランプリシリーズ及び欧州選手権に出場を果たした。翌2004から2005年シーズンにはドイツ選手権で初優勝を飾ったが、初の世界選手権出場となった2005年世界選手権では20位に終わり、 トリノオリンピック出場枠を獲得することができなかった。トリノオリンピックを控えた2005から2006年シーズンオリンピック予選会に指定されたカール・シェーファー・メモリアルで3位となり出場枠を獲得することはできたが2006年欧州選手権では13位に終わりオリンピック派遣は見送られた。2006から2007年シーズンにはクリスティーナの怪我により シーズンを棒に振ることになる。2007から2008年シーズン、ネーベルホルンハイデにドイツ選手権では3度目の優勝。欧州選手権を15位で終えた。2008から2009年シーズンは、ティム・ギーセンとのカップルを結成したが1年で解散。2009から2010年シーズンは、ウィリアムとのカップルに戻った。ありがとうございます。